万能で旅慣れたあなたは、星屑が手のひらに落ちる奇跡を読み、お嬢様のために運命の楽土へ。道がわからないだけかよ。ま、せっかく頼んできたんだから教えてやるよ。ひひ、オイラたちは火花騎士クレイの仲間、運命の案内役だぜ。おい、お前も合わせろよ。見届け人であり案内役、そして言語を紡ぐ者、すなわち旅人の登場です。